いやあ、子猫ちゃんたち、私がおすすめするのはもちろん社交ダンスさ。社交ダンス、おお、大人のたしなみって感じ。ところがね、社交ダンスは意外とハードなものなんだよ。美しく踊るためには指の先からつま先までくまなく気を配りコントロールする必要があるんだ。だから運動になるし、同時に優雅さを身につけることができる。まさに一石二鳥の、とても儚い趣味なのさ。そうなんですね。私もっとゆったり踊ってるのかと思ってました。パーティーなんかで踊るならそれで十分さ。本格的にやるならばという話だね。せっかくの機会なんだ、今日はどちらのダンスも楽しんでもらいたいね。でも社交ダンスなんて経験がある人の方が少ないんじゃないかしら。圧倒的に教える側が不足していると思うのだけれど。それなら心配はいらないわ。ユキナには私が教えてあげるわね。足りなければ黒い服の人たちにも手伝ってもらいましょう。社交ダンスなんてなんだか緊張しますね。ですね。はぐみは気合十分だよ。カオルくん、早くやろう。それじゃ始めようか。1、2、3、1、2、3。そうそう、ワルツのリズムはだいぶつかめてきたみたいだね。たまに足がもつれそうになりますけどね。大丈夫、はじめはみんなそうさ。それにしてもサーヤちゃんとこうしてダンスを踊るのは久しぶりだね。結婚式場でのモデルを任されたあの時以来かな。あの時は踊ってませんよ、カオルさん。おや、そうだったかな。本当に覚えてないんですか？あんなに大変だったのに。とても素敵な思い出だから勘違いしてしまったのかもしれないね。何ですかそれ。カオルもサーヤもとっても楽しそう。素敵ね。見ているだけじゃつまらないし、私たちも踊りましょう、モカ。まさかのモカちゃん大抜擢。いいじゃんモカ、一緒に踊ろうよ。やってみると結構楽しいよ。それはそうだけど、モカちゃんまだ習ってないんで踊り方なんて。わあ、踊り方は簡単よモカ、自由に踊ればいいのよね、カオル。ああ、パートナーと儚さに身も心も委ねてしまえばいいのさ。なるほど、自由に儚くエモい感じで。そうそう、あほらモカ、私の真似して。足をこうして 1、2、3。体験終了。充実した一日でしたな。結構いろいろやったけど、趣味にできそうなものはあった？それがね、どれもすごく楽しかったんだけど、趣味として続けていこうっていうのとは少し違う気がしてるんだ。なるほど、それならまた別のものにチャレンジしてみますか。え？それはさすがに悪くない？サーヤのためだし、いいってことよ。ユキナ先輩は？当然私も続けさせてもらうわ。引き受けた以上、最後まで付き合うつもりよ。問題は次にどう動くかね。また誰かに協力をお願いすればいいかもしれないけれど。それについてはモカちゃんにお任せあれ。ちょっと準備に時間がかかるんで、続きはまた後日ってことで。
何度もごめんね。でもありがとうモカ、それからみんなも本当にありがとうございました。こちらこそありがとうさーや。私とっても楽しかったわ。さーやにぴったりの趣味が見つかったら教えてちょうだい。今度はさーやに最高に楽しい遊びを教えてもらうの。素敵でしょ。それじゃ約束だね。楽しみにしてるわ。